三輪明宏バラ色の日曜日。goodmorning おはようございます。三輪明宏がお送りいたします。バラ色の日曜日の時間でございます。さて、今日はね。久しぶりに私の好きなジャズシンガーンがたくさんいるんですよ。で、その中でね。ライブ音源でお送りいたします。のはね。 えー、誰かと申しますと、ジャズの女王、エラ・フィッツジェラルドなんです。うん、歌はもちろん貫禄も女王様並みでね。本 <laughs> 当にか一人、あの、エレベーターに乗ったらね、他誰も乗れないぐらいの、ものすごくもう貫禄の幅のある人でしたけどもね。もう重量級でね、小西木さん。あ、あの、あの人をね、女に女装させたっていう風に、 ご存じない方、想像していただければぴったりでございます。では、お楽しみに。今日はジャズの女王、エラ・フィッツジェラルドの大ブ音源をお届けいたしましょうね。1930年代から活躍したアメリカ人歌手。この時代はね、もう、実にうまい歌い手の人がいっぱいね、無言の竹の子にどん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 生え、ニョキ生えてきた時代でしてね。 とにかくその時代にいっぱい出てきた一人でございましてね日本でもね何度も公演してますよで一番最初はね1953年でございましてね東京の日劇日劇ってレビューの、ね、劇場が有楽町のねちょうどね角で今デパートになってますけどもねそこに大きいあの劇場がございまして私もね随分ぶんあの秋の踊り春の踊りって 二ヶ月ずつロングランでやるんですけども、そういうのも出ておりましてね。で、そこでエラーがね、最初歌ったんですけどもね、その後何度も聞いて、私で、私聞きに行ったんですけどね、大きな風呂敷のようなね、あのハンカチを手に持ってまして、それ振り回しながらね、また汗を拭きながら、汗がね、半端じゃないんですよ。前のお客さんなんかね、避けきれないぐらいに飛ぶんですよね。 で、彼女は元気がいいですからね。太った体をね、揺さぶりながら、動きながら歌うんですね。あの、普通に、あの、作曲されたメロディーをね、素直に歌うんじゃないんですね。その時その時に自分のフィーリングを感じたままでね、それをいじるんですよ。で、作り変えるんですね。うん。で、それがね、まあ、実に見事なアレンジをするんですね。即興でですよ。ですから、 あのじゃあ次に歌った時がまた前と違う曲になってるん,んですけどもね,ねえ作曲家が作った、ね、基本的なあの音に従いながらそれをね自由自在に全く違う曲のようにねアレンジしていくこの腕とかね音楽的なスピリッツってなこれは誰もなかなか真似できないスキャッツの女王って言われるんですけどもね で、スキャッツってのは、メロディーに合わせてね、即興でね、歌詞をつけないでね、あの、ダバダバダ、ドビドビド、ダリンディ、ダリラディ、ダリラデュー、ウンバッ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 、いろんなね、ドビドビド、ドバドバッ、バラランドンとか、とにかく口から出まかせなんですけども、ね、その音とかリズムとか、それをね、表現するのに、一番、あの、必要な言葉って言うんです言語をね、探し出しながら、 即興で歌うんですね。ではね、そんなエラのスキャットが聞けるライブ音源をお届けしましょうね。アルバムは Max the Knife, Era ン,ベルリン曲は How h i g h t h e Moon です。How h i g h t the Moon って言うんですけどね。1960年にね、ベルリンで録音されたものです。これはね、グラミー賞も受賞した名版でございます。では、エラの 自由自在なスキャットをお楽しみくださいませ。エラ・フィッツ・ジェラルド、How h i g h the Moon。スキャッの名人、エラ・フィッツ・ジェラルドの歌で、アルバム、Mark the Knife Era in Berlin から、エラ・フィッツ・ジェラルド、How h i g h the Moon で覚えておいていただきます。